おはようございます。電車2両。わー、今日私は10月2日に向かっています。この辺はね、十日町栄村とかを過ぎて、今10分ぐらい走ったところなんですけども、あー雪がない。この豪雪エリアにしてこの雪の少なさ、かなりショッキングな映像です。野沢温泉村やっけーん。ご覧いただいた通り、野沢温泉エリアも劇的に雪が少ないです。正面に見えるのは木島平スキー場。まるで雪がねー、マジかー。さあ、今日はお仕事で竜王スキーパークの撮影に来てます。後ろにいるのは今日のマドンナ役。マドンナ役ってクマさんかーい。撮影初日、まずは楽しい、イエーイ。はい、今回竜王スキーパーク明治ガールで出ていただきましたくるみさんです。イエーイ。とアクセサリーブランドやってます、ハンジくるみです。竜王初めて来たんですけど、すごく広くて雪がふかふかで大好きになりました。楽しみながら撮影しましょう。イエーイ。今日は竜王スキーパークで最高の映像を作ります。作ります。一緒に滑るの初めてだね。すごい楽しみ。池田さんと一緒に滑るの初めてだね。すごい楽しみ。クリーン旅行でやってきた二人にインタビューしたいと思います。僕たちまだ3ヶ月なんです。この間ハッピーメールで出会ったばっかり。あ、そうそうそう。今日は初めてのお泊まりです。ね、この雲海コーヒーの雲って雲海コーヒーのマシュマロ、このマシュマロ、はい、晴れたね。晴れた。スキーすげえうめえ。びっくりした。俺よりうまい絶対。大きなホールがディナーホール。That father is 10 and permed!